はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、このウラシュラランクアップ応援イベント、これがちょっと待って、ボルキアンドラゴンいるじゃんで、このランクアップ応援イベント、これがもうすごいねめちゃくちゃすごいことが書いてあって、これまあ月曜ダンジョンとかがなんかランクアップになるんだけど、スタミナ2分の1なるんだけど、これですね、ウラシュラの限界ランク経験値 1.5 倍、やばくないかこれやばくないかっていうことで、まあ、明日ですね、明日の、まあ、日付変わって今日の日付変わって12時からウラシュラが 1.5 倍ランク経験値になるんで、今日はですね、ウラシュラの、ランク経験値、ランク 1.7 倍と、1.8 倍の掛け合わせで編成組んできた、ランク上げ編成組んできた。いや結構快適にずらすだけ、本当にこれ、しかもずらすだけで敵が飛んでいくんで、マジですごい、おすすめだと思ってる。まあ、あれですね、楽したい方とか、まあ普通にめちゃくちゃ楽々クリアできると思ってるんで、やっていこう。で、徳川ね、これランク 1.7 倍ですね。で、持ってきた。で、耐性プラスも振ってきた。一応ね、これ、独占性プラスの方がいいと思ってる。どこかでやってくるんだよね、これ、耐性。で、遅延5個振って、姉ちゃんの耳飾りね。まあ、スキブかつ列3つで持ってきた。で、あとね、スキルターンが短い、このスキルね。これが強いと思って持ってきました。で、まあ、この徳川がさ、3ターンでターンが短くて、スキルターン溜まりやすいのでもいいですね。相性いいですね。で、ジョナサン7強にして遅延5個でマシンキラー。まあ、正直、上限解放振ってる方がもう大多数だと思ってるんだけど、そこはちょっと割り切って、ウラシュラランク1000、まあ、ランク1000とか目指してる方は、もうそこ割り切って、もう割り切って遅延5個振ってほしいと思ってる。で、マシンキラー振ってると。で、ミアダ。ミアダ短く、ターンが短い、リアチェンですね。持ってきた。で、シボドラ。超下し遅延5個、マシンキラーで、まあこれも上限解放振ってる方が大多数だけど、まあちょっと、まあランク上げしたい、本気でもうランク上げしたいっていう方は、まあちょっとこれ遅延5個にしてほしいと思ってる。で、マイネのキャンディー、これ無課金武器ですね。まあ、L 字かつコンボドロップ。ロック目覚め対策とコンボドロップで持ってきた。で、2体目、超下し上限解放で、遅延5個振ってマシンキラーで、これね、黒目のぬいぐるみ、これで持ってきたんだ。これさ、スキブ2個で、ドロキョもあって強いと思って持ってきた。あんまり、まあ、あとこれ無課金武器だし、無課金武器だから持ってきただけなんだけど、まあこの武器、このぬいぐるみなければ、スキブ2個武器特権かなと思ってる。って感じかな。で、3体目超下し上限解放、また間違えた。遅延5個振って、マシンキラーを振ってる。で、この武器は正直ジャージがいいかな。ジャージのドロキョとかの武器ある方がいいと思ってる。で、も、ですね。で、シルビア、スキムプラス、遅延5個マシンキラー。で、門松。門松なければ、ほのかの CAD とかでもいいかな、と思ってる。で、バッチが EXP ね。やっとこう。で、まず、シバダラ全員進化ね。全進化。いや、すげえ時代やな、ほんとに。俺も3年前、多分、ウラシュラの実装が、雑談しようかな。ウラシュラの実装がさ、3年前とか、3年前ぐらいなんだけど、俺 YouTube 始めたんが3年前なんだよね、ちょうどちょうど3年前で、で、ミアで変身ね、変身じゃない、リアチェンね。で、門松打って、こんにちは。で、ジョナサン3年前で、3年前のキャラ何が流行ってたかっていうと、ちょうど鬼滅の刃のコラボが始まってて、ウラシュラを炭治郎で回るっていう、ウラシュラの周回攻略を炭治郎でするっていうのがすげえ流行ってて、で、一回ちょっと撮ったんだよね、ウラシュラの炭治郎の動画。撮って。で、これちょっと、まあ、あれしよう。耐久しようかな。で、撮って、なんか確かめちゃくちゃ、頑張ってクリアした記憶あるわ。めちゃくちゃ頑張ってクリアした記憶ある、炭治郎で。で、これで、隠し箱解けます。で、シボドラ打ってずらす。で、それがもう、ずらすだけで突破できる、ちょっと革命すぎるな。時代の流れってすごいな。で、倒していける。いいね。で、次が3回。レオニダス。まあ、これも、もう、10コンボで倍率出るんだけど、シルビアが倍率出るんだけど、正直まあ、ここら辺はもう雑魚だし、
雑魚だし、まあ、処理あの絞だらずらして OK かな、1コンボずらして OK だと思ってる。で4回あギアギア耐性がないかな耐性ないけども、別にずらすだけなんで関係ないかな、ずらすだけなんで関係ない。でで倒していこう、 OK。 で5回ナポレオン、ナポリタンね、ナポリタンはこれ打っちゃって塩だるってずらすと OK。 これでまた押していこう、7コンボして倒していこう。いや経験値楽しみ、楽しみっていうかまだあれ 1.5 倍かかってないけど、まあ正直日付変わったらおそらく今再生されないと思うけど、この動画あんまり見てくれんと思うけど、あと2ターンか、うん、まあ日付変わったらそうね、まあ結構見てくれたら嬉しいと思ってる。で削れません、うん、でこれで回復もしとこうかな回復でも6000あるから大丈夫か。で回復して OK、 でシルビア溜まったんで打っちゃって、でずらして倒していこう。あーまだか、まだか、まだあれか、95%だ。で耐久して、まあ地味じりじり地道に地道に回復するのが大事かな、これ倒してもう OK。で7回これが来ると、うん、で耐久してちょっと危ないかな、回復回復危なかったりする、これもしかして、まあどこかで回復できると思うし、全然どっかでどっかのタイミングで回復できると思うしね、まあ、落ち込んとか来るしね、こんな感じでで倒していこう。ここら辺、ここは10コンボ欲しいかな、デバフ食らってるしね、デバフ食らってるし10コンボ欲しいかもね。でクラウソラスね、クラウソラスは水ですね、ここら辺は多分あれかな、水、うーん、水か闇だっけ、木だっけ、まあ火は消せないにならないんで大丈夫かな、まあ使わなくて OK、 こういうの姉ちゃんとか使わなくて OK。 9回もう半分来た、半分くらい来た。で毒弾くと、うん、毒もあんまいらんかったかな、ちょっとあんまいらんかった説あるなで10コンボして倒し、で倒していこう。次が10回ペルセウス76にしてくれますと。でここももうそうね、まあここら辺で回復できるかな、まあ、回復できない方はここら辺で回復できると思ってる。で倒していこう。でアルレシャね、アルレシャ無効貫通かな、無効ですね。でジョナサン撃ってるんで、ジョナサン、まあ、ジョナサンもさ、まあ、復刻来てほしいよねで復刻来てほしいなと思ったけど、なんか来そうな感じはあるんだよな。っていうのもなんかジョジョコラボがさ、モンストであったじゃん、もう終わっちゃったけど、今日で終わっちゃったんだけど、モンストであったから、そうね、だからモンストがあるっていうので結構ありそう。で待って、これあと3ターンうわマジか、耐久できるかな、あ、いったたまる、あと2で3でしょ、危ねえちょっとヒヤッとしたけど OK。 でシルビア打って、こんにちは、あるいはこんばんは、倒すかな、これ倒していこう。まあそうね、モンストできたタイム、モンストできたコラボが後々パズドラで来るっていう流れあるから、その流れがあるから、うん、だからまあジョコラボも来そうな感じあるけどねで封印弾く、ここはちょっとあれ欲しいかな、ちょっと欲しいかな、10コンボ欲しいかもね。できませんでしたでいけ、あー無理か、耐久して OK、まあ、こんな感じでまあ倒していこう。でまあ10コンボすれば倒せるかな、12コンボして OK、 火力もしっかりしておこう OKOK、 で倒して OK。 で次が14回レインボー、まあ、大丈夫かな ?OK。で、これで、まあ、10コンボした欲しいかな ?10 コンボ欲しいかな、そうね、10コンボ欲しいかもね。ここら辺からちょっと敵硬いと思ってるし。OK、倒していこう。で、15回。ここ硬いね。ここめっちゃ硬いね。ここめっちゃ硬いんで。まあ、ちょっとパズルしていこう。OK。こんな感じで。8、9、10、11、12、13。で、倒して、こう。OK。で16回
で滅びないと滅びませんと。で照らして倒していこう。半分かな、半分倒していこう。で半分倒して、早くね、タイミング倒して、 OK、 どんどんどん。でも回復あるんだったら回復した方がいいかもね。回復自利品になっちゃうからね、怖いかな。回復はした方がいいと思ってる、どっかしらで。あそこどっかのタイミングで絶対できると思うから。で17階、ここでロック目覚め来るね。であとルーレットか、ここで取り出していこう。シボダを打って、ちょっと難しいかな。うん、ちょっとこんなんで難しいかな。難しい、めっちゃ結構難かった。こんな感じで倒してるかな、こういう感じで。まあ、分割頑張って分割しようって感じかな。18階で、ここジョナサンですね。でお邪魔ここ弾かない。でジョナサン打って、シャバドラも打っていこう。まあ、これでお邪魔か消していこう。お邪魔消して OK すげえ。で倒して19階で、エリスね、ダブルエリスバーがね来ました。でまあ特に、まああとはあれかな、まあ10コンボするぐらいかな。立ち回りといったらもう10コンボするぐらいかな。倒していこう。 OK でオーロラフラッシュ、でオーロラフラッシュで倒していこう。まあ、10コンボいったかな。 OK で13コンボして倒していこう。 OK で20回20ですね。リクちゃんメイクハッピーですね。でこれルーレットか、これまあでも関係ないかな、関係ないよねあんまり。あでもちょっとめんどくせえか、倒さない方がいいんかな。これ倒しちゃったこれ1コンボは良かったかな。1コンボではするとでも死んじゃうか俺が。まあここ OK で、ルーレットが終わったらこう、ね、ルーレットが一周したら使った方がいいかもね。でいやー切る強え、マジで強え、マジですごい。これですごいというか自分で組んだんだけど、あー君のはか、まあ、メノアは全対応してるかな、全対応してるはず。でシルビアを打っていこうかな。あまだか、あこう打ってこう、打って、でまあ10個も欲しいか。でもこれ難しいか、ちょっと10個もいったこれいってるなOK いや難しいな、ちょっとごめんなさい、シューミンのルーレットが難しいかもしれない。シューミン出てきたら OK で吸収が来るでしょう。で次もう10コンボ出てきたら勝ち。いやこういう場面で緊張しちゃうのが俺なんだよ。 OK 危ねえこれでおしよしよし、これでいけたやったぜやったぜ。これで経験値、まあデフォルメの経験値が万、10万、100万、1000万、1億5000万。1100、110、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。1億5000万。で、報酬こんな感じか。お、いいね。1億5000万が 1.5 倍か。1.5 倍なんで、音消えちゃった。音が消えちゃったけど。って感じで、まあ、なかなか快適にクリアできました。いや、アシストも結構簡単めだし、そうね。まあ、明日から、日付変わったらこの編成、まあ、参考にしても見てほしいと思ってる。でバッチが EXP でした。よし終わりましょう。じゃあねー。